自動玄関自動玄関第二体育館白山市立名校小学校は石川県白山市にある公立小学校旧鶴木町の小学校等配合時に林、菅畑、倉山の各地区のほぼ中心となる位置に建設されたまた1966年に完成した校舎及びグランドは先行して建設が進められていた朝日小学校の グランドの造成時に発生した残土17000立方メートルを利用し、グランドとなる部分には妄想地区を埋めてめくら暗居が作られている。当初の建設概要では、用地は4506坪で、校舎は鉄筋コンクリート3階建て面積は1954平方メートル延べ面積は4581.6平方メートル普通教室12、特別教室7。 各階別に見ると1階は普通教室4、給食室、保健室、放送室、職員室、校長室、会議室となっており、2階は普通教室4のほか、準備室付きの理科室に、音楽、工作、図画、家庭などの特別教室6及び、招待育館は、プレールームとなるが、再び一般教室。少子化による、 自動現象により1997年にはパソコン教室へ改装、購買室がある。3階は普通教室4、図書室、霊放室を備え、屋上には観測室が設けられる。他に、鉄筋の代替育館、プールが作られる、と記載されている。また、1976年8月に竣工した新校舎及びスクールバス車庫については、校舎が 鉄筋コンクリート作りで3階建て、スクールバス車庫が鉄骨作りで平屋建てとなっている。校舎完成から数年は児童数の減少が見られたものの、1970年代以降は全域での宅地開発や手っ取り川ダムの建設に伴う集団移住の受け入れなどで急激に人口が増加し、それに伴って児童数も校舎完成時から3倍以上となり、 後に地域を2分する分離が1982年に行われた。校舎は1966年4月の完成当初からの旧校舎、1976年9月に完成の新校舎、1991年9月に完成の第二体育館からなるが、校舎の老朽化に伴い、第二体育館を除く大部分で建て替え整備が2012年より2015年、夏頃に、 完成の計画で着手されている。なお、一点を伴わない建て替えであるためグランドが新たに高知北側に用地買収の上で整備され、高知が1966年4月の完成当初に比べ2倍近く広くなることとなる。公明は工房により決定した。1965年6月26日号の広報剣の紙面において南。 北の両校名の募集が告知され、当初は8月上旬に決定される予定だったが、難航し、11月3日になって、ようやく、名光小学校に決定した。町内外からは314校名572点の応募があり、北小学校への応募分としては、該当校名がなかったために、光、大野光、明徳、明城、秋信、明清を準入選とし、 これらから、名校が誕生した。なお、旭小学校の場合は、旭町の方が先に誕生していたが、名校団地は、名校小学校の決定までは勤労者、住宅団地の故障であり、公明決定後に、直ちに名校団地と改められた4月から、林地区間、畑地区倉山地区統合後級交渉効果の3番に、誇りあれ交渉桜とある。桜の花の中に、 剣長賞を入れた衣装。白山市立になるまでは朝日、小明良賞も、同じ交渉を使っていた創立10周年記念事業、夕日の銅像名交渉のテーマウオール1976年8月、完成旧校舎と第二体育館を結ぶ、渡り廊下、平成のプレハブ校舎新交渉姿勢に伴い、デザイン変更。中央の漢字は、朝日が、 朝高明が広しになっている旧体育館の解体新グラウンド完成休校者、お別れ、海学校見学会白山独少年自然の家での合宿卒業生は、基本的に白山市立剣中学校、または北新中学校へ進学する。卒業後に北新中学校へ進学する区域卒業後に剣中学校へ進学する区域場内パイ運動での、 頂上枝ゴンベイ枝ゴンベイ生誕の地の石碑。ありがとうございます。